は暑いうちに打てと言いますけども、餅も暑いうちに作らなくちゃいけない、仕上げなくちゃいけない。隣近所とか、それから友達、友人、親戚、そういう人たちとコミュニケーション取れる。餅つきは、日は、一番嬉しいのは今年も皆さんが元気に来られて、もう一年の締めで餅をつかれる。そして子供さんも大きくなってるなって